はい、というわけで久しぶりのドルドル TV です。どうも、どうもです。皆さんおなじみ、金森裕二と何でしたっけ、俺の名前忘れたのかよ、もう早いな、俺もう次にね、次に次に言ってるから言ってるから、というわけでですね、ドルドル TV のドルフィンとブーちゃんです。はい、ブーちゃんですけども、ですね、前回つも結構長いですけどね、もう年明けたすぐですね、あれは取ったので、はい、お年玉企画、新年のお年玉企画の、プレゼント発表したいと思います、はい、なんですけれども、今回ですね、該当者と自分たちの思う人たちがですね、5名募集してたんですけど、悲しいことに3名しかいなかったんでちょっと残念、はい、残念なことになってしまったので、まあ、その3名様はちょっと今発表するんですけども、はい、その3名、ね、から漏れてしまった場合はもう本当ごめんなさいという感じですね、はい、まあ、後々また発表しますけども、はい、というわけでじゃあその3名様発表したいと思います、はい、まず1組目、はい、これはタックライフチャンネルさんでいいのかな。おう、はい、タックライフチャンネルさんでございます。こちらの方はなんかあの同じ札幌 YouTuber さんらしいんですよ。はい、これはなんか嬉しいですね。嬉しいですね何か機会があればさ、うん、ね、コラボとかできれば面白いかなと思います。はい、ぜひぜひね、なんかまあこれを機会に仲良くなれたらいいなと思っております、うん、はい、で、2組目、これは川村富士子さんでいいのかな。はい、おめでとうございます。感想が、将来 YouTuber なのでこれを見て勉強させていただいています、応募します、これからも頑張ってください、ね、将来は今ちょうど頑張ってるのかな。まあそうね、今ちょっといろいろね勉強してやってるのかもしれないですね、うん、なんかこういう感想もねすごい嬉しいですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、で3組目が、萌えさん、はい、条件 OK です、応募します、出だしのドラムかっこいい、あ、こういうね、こういう意見もありがたいですね、はい、今回ですね、なんかその他漏れてしまった方はなんでかっていうと、高評価、あとチャンネル登録、もう一つがですね、動画の感想を言ってほしいっていう僕書き込みしたんですけど、まあそれにちょっと当てはまらない人が多すぎてちょっとどうかなと思ったので今回は外させていただきました、すいません。で、さっきも言ったんですけど、あと2名分はリベンジとして、うん、はい、延長戦します。はい、リベンジ戦で、4月いっぱい、2016年4月いっぱいで募集しますんで、また、はい、こちらの、ね、動画の方に、まあそのね、感想、高評価、まあ、チャンネル登録を行った方の中でまた行います。まあ、前回やってまたこの動画見て感想を書くとかそれでも大丈夫です、全然、はい、はい、のでまた応募してみてください。あと2組にウェブマネー1000円分が当たるチャンスがあります、はい、はい、よろしくお願いします。はい、で僕たちもね、動画を撮ってから、うん、映画を、作って、ショートフィルムを作りまして、ね、ついにできましたからね、そちらの方も皆さん兼ねてね、よろしくお願いします、はい、はい、というわけで、これからもね、いろんな作品を作っていきますけれども、うん、まあ、映画の方もよろしくということで、はい、はい、必ず頑張っていきましょうでは以上、ドルドル TV の、ドルフィンとブーちゃんでした。またバイバイ。